仕事で iPad を使っている人は今すぐアップデート。はい、皆さんこんにちは、くんよつです。今回は仕事で使える iPadOS18 の新機能ということでまとめていきます。アップデートから数日経っていますので、すでに皆さんいろんな新機能ご存知かと思いますけれども、今回は仕事で使えるという目線で具体的な新機能をまとめていきますので、復習しながら来週の仕事でぜひ活かしてみてください。ということで始まりました、くんよつスタジオ。チャンネル登録がまだの方、ぜひ登録お願いいたします。たくさん一度にご紹介してもなかなか使い切れないと思いますので、今回は4つに厳選いたしました。なるべく皆さんがお使いいただけるようなものを選んだつもりです。ちなみにメモアプリの進化については前回まとめておりまして、今回この動画ではメモアプリについてはほとんど触れないんですけれども、メモアプリの新機能について知りたいという方はですね、ぜひこちらの動画チェックいただけたらと思います。はい、一つ目はリマインダーのタスクをカレンダーに表示です。リマインダーに登録しているタスクの中で日時を指定しているものあると思います。今まではその日のスケジュールはカレンダーアプリで、タスクについてはリマインダーでとそれぞれで確認が必要でしたけれども、これからはカレンダーアプリで一括で確認ができます。例えばプロジェクトの進捗を管理する上で、このタスクは何日に作業するという場合には、日付を決めて時刻を指定してという形で決めると思います。ただこの場合どうしてもタスクをやる時間の確保については、このリマインダーの方とカレンダーの方両方で確認する必要がありました。これがこれからはカレンダーアプリで両方とも確認ができるので、1日の段取りがかなりしやすくなるんじゃないかなと思います。例えば今ここのタスクの中で一つ日時を指定したものを入力した場合、カレンダーを開くとカレンダーの方ではこういう形で表示がされまして、このカレンダーでチェックをすることも可能です。しかもこれからは新規で追加したい時にも、このカレンダーアプリの方からタスクの登録が可能で、この上のところにですね、予定とリマインダー選ぶところありますので、このリマインダーの方をタップしてからタスクを入力して日付もここで追加することが可能です。これについてはもちろんリマインダーアプリの方にも反映されています。今までタスク管理とスケジュール管理別々でしていたという方はですね、これ一つで両方ともできるようになったので、かなり便利に感じていただけるんじゃないかなと思います。ただサードパーティー製のアプリですでにできていたものもありますので、もしかしたらですね、まあ本当にこの機能を使いたかったという方はですね、すでにそちらでお使いになっているんじゃないかなと思います。このタスクについてはですね、ここで1個作ってあるんですけれども、このメインのタスクに対してサブタスクというものをこのリマインダーのアプリでは設定することできるんですけれども、こういう形で表示非表示ができまして、で今までですね、このサブタスクについては日時の指定ができなかったんですけれども、これからはですね、このサブタスクの方でも日時の指定ができるようになりましたので、サブタスクについても細かく日時で管理することができるようになりました。こんな形でサブタスクについてもカレンダーアプリに表示されます。スケジュールとタスクがあるとちょっと見切れないので、まあそういう時にはですね、こういう形で週表示であったりデイリーの表示で確認するという形を選ぶことになるんじゃないかなと思います。はい、2つ目は手書き計算機能です。 iPadOS18 からついに iPad 用の計算機アプリ登場しました。普通の電卓の画面からここの左下のですね、この電卓マークタップすると他にも選択肢が現れます。この科学計算というのはですね、もっと高度な計算ができるもの、これも iPad で使えます。で、さらにこの換算というものをオンにすると、ここにですね、2つ数字の枠現れまして、面積だとか、通貨、長さ、そういったいろんな単位の換算がですね、簡単にできるようになっておりまして、キロ平方メートルと平方メートル、これをですね、直すとこんな簡単に一発でその換算ができるようになっています。他にも通貨であればこんな形で
ドルと円の換算もですね、簡単にできます。ここの情報については、ここにも出てきてるんですけれども、Yahoo ファイナンスというところの情報をもとに、34分前の情報を取得して反映させてくれているということで、かなりですね、リアルタイムに近い数字で反映してくれていると思われます。で、この計算機アプリにですね、このサイドバーが表示可能で、過去の計算についてはですね、履歴をすぐに確認することができるようになりましたので、前回の数字をもとに新しく計算をしたいという時にもですね、わざわざメモを取ることなく、ここだけでですね、完結することができるようになっています。で、ここからご紹介するのがもう一つの機能、この計算メモなんですけれども、例えばこういう形で式を書いてイコールを書くと自動的に計算してくれるという機能も新しくつきました。この機能はこの計算機アプリの中だけでなく、メモアプリ内でも使うことが可能で、これについては前回もうちょっと詳しくご紹介してるんですけれども、普段のですねメモの描画エリアでちゃんと認識して計算してくれるようになっています。まあ、もちろんですね、この計算の機能については手書きだけでなくテキストでも同じように計算してくれるので、どちらでも使いやすい方でお使いいただけたらと思います。で、この計算機アプリのこの計算メモについてはですね、メモアプリだけでなくこのフリーボードでも同じように使うことが可能です。この計算メモのやっぱすごいところは、例えばこう X がいくつだという指定をした時にちゃんと反映されていて、この数字を変えた時にもすぐに答えに反映してくれるというところであったり、この文字についてですね、もうあらかじめ指定しておけばそれに合わせて変換してくれるので、これかなり便利にお使いいただけるんじゃないかなと思います。普段仕事において数字はですね、なかなか切り離せないものだと思いますので、本当に単発の計算だったら電卓の方がもちろん早いんですけれども、いろんな計算が絡むものであったり修正が必要なもの、そういった時にはですね、この計算メモかなり役に立つんじゃないかなと思います。で、この計算メモ、グラフも作ることできるようになってるんですけれども、こんな形ですね。このグラフについてはこの計算機アプリの方と このメモアプリでも使うことできるんですけれども、なぜかですね、これフリーボードだとグラフを挿入という項目が登場しないので、グラフを使いたいという方はメモアプリか計算機アプリを使いいただくという形になります。で、ちなみにこのフリーボードはですね、新しくシーンという機能が登場しまして、指定した場所にですねすぐ移動ができる機能がつきました。このフリーボードはですね、メモアプリとか普通のノートアプリと違って、こう一つのボードにですねたくさん情報を残しておくという使い方になると思いますので、この機能結構便利にお使いいただけるんじゃないかなと思うんですけれども、今ちょっと設定してありまして、ここの左下にあるところをタップすると僕が過去に登録したシーンがすでに出てくるんですけど、すでに登録した場所にですね、あっという間に移動ができるようになっています。で、これについてはですね、移動先に指定したい場所を表示させておいて、このシーンを追加、ここをタップすると追加されています。これもちろんですね、名前をつけておけば分かりにくくなってしまうこともないので、一気に移動したいという時にはですね、このシーン便利に使えると思いますので、これも仕事で活用いただける新機能じゃないかなと思います。はい、3つ目はサファリの気をそらす項目を非表示です。これは普通にウェブブラウジングする中で、例えば広告なんかを非表示にできるという機能なんですけれども、サイトを表示している状態でこう見ているとですね、こう広告が出てくることあると思います。そんな時にですね、この上の四角に日本線のマークタップすると、気をそらす項目を非表示、ここをタップしてください。で、この状態で消したい部分をタップすると、こういう形で枠が取られるので、この非表示タップするとふわーっと消えてくれます。本当にもうそれがなかったかのようにちゃんとサイトを見ることができます。ただですね、これ正直普通にウェブブラウジングする中でいちいちですね広告を消すっ
ていうのはですね、結構手間だと思いますし、もう普通に広告あっても見る分には全然問題ないかなと思います。ただ、こう仕事においては、例えばこのサイトをですね、こう PDF 形式で資料として残して使いたいという場合であったり、こうサイトを参考資料としてプリントアウトしてほしいという場合もあると思います。そんな時にはですね、目的の情報をシンプルにまとめたデータとして残したいんじゃないかなと思うんですけれども、そんな時ですね、この機能活躍するんじゃないかなと思います。で、このサファリはですね、他にもこの点点点のところタップすると使える機能ありまして、いくつかですね、さっきの項目のところに追加するということもできるんですけれども、こんな形で追加して、じゃあこのサイト、今、気をそらす項目を非表示にした上で PDF にしたい、プリントアウトしたいという時にはですね、まずこのプリントタップしていただいて、で、まあこのまま必要な部分をですね、プリントするのもいいですし、これを PDF にしたいという時にはですね、まあその目的のページを指定して、この共有マークをですね、タップしてください。これでファイルに保存をすれば PDF として広告のない状態で保存することができます。他にもリーダーの機能が進化しておりまして、この一番下にですね、リーダーを表示という項目が登場するようになりました。ここタップするとかなりシンプルな形で表示することができるようになっています。これについては、例えば背景の色を変えたり、フォントをちょっと変えることもできますし、ページの読み上げ機能もつきますので、シンプルにして読み上げてもらうというのもいいと思います。で、もちろんこの状態でプリントするというのもよりシンプルで使いやすい情報になっているんじゃないかなと思います。はい、4つ目はファイルアプリのタブバーとダウンロード済みを保持です。仕事でいろんなデータにアクセスして保存してということは日常だと思いますけれども、この iPad の場合、その時の核となるアプリがファイルアプリです。今回の進化で少しですけれども手間が少なくなりました。で、このファイルアプリですね、使う時はまあこういう全画面表示で使う時もあると思うんですけれども、大体ですね、このサイドバーから目的のクラウドストレージを選択して、その中にあるファイルを選択するという形で使っていると思います。ただですね、このファイルアプリについては、まあメインのアプリというよりも脇役で、まあ他のアプリと一緒に使っているということがですね、多いんじゃないかなと思います。そんな時にですね、やっぱこのサイドバーがこう消えてしまうサイズというものがありまして、これ今 iPad mini なんですけれども、11インチとか13インチではちょっとまたいろいろ変わってきますけれども、このサイドバーが消えている状態のこのサイズ、このサイズだとですね、新たにここにタブバーというものが表示されるようになりました。ここの一番左をタップするとこんな形でサイドバーが表示されるようになったり、最近使った項目だとか、まあそういうものも選べるようになっています。サイドバーをこの状態でさっと表示するにはですね、一回全画面表示にしたりだとか、戻るでサイドバーを表示させたりだとか、まあそういうちょっと手間がかかっていたんですけれども、これからはですね、このタブバーで一発でサイドバー表示することができるので、ちょっとなんですけれども、まあ、よく使うこのファイルアプリなので、意外と使う場面多いんじゃないかなと思います。この機能はこのファイルアプリだけじゃなくて、Apple Music とか Apple TV、それからナンバーズとかページズでも同様の機能がついています。もう実際はですね、このサイドバーがあるようなアプリは全部つけてほしいなというぐらいですね、このタブバー結構便利だなと感じています。で、アプリによってはこのタブバーに表示できるものをですね、カスタムできるものもあるということなんですけれども、残念ながらですね、このファイルアプリについてはこのタブバーのカスタムがですね、できるようにはなっていないみたいです。で、もう一つがですね、ダウンロード済みを保持なんですけれども、このファイルアプリは過去のデータでアクセスしていないものについては、自動的に iPad 本体側からですね、削除されてしまって、もうクラウドだけにあるという状態になります。まあそういったものはですね、こういう形で雲のマークがついているんですけれども、このデータ使うときにはですね、この状態になってしまうと、一度ダウンロードして使うと。
という方法になりまして、まあ、Wi-Fi が使える環境であればそんなに気にならないと思うんですけれども、例えば外出先でちょっと大きいデータがこの状態になってしまってはダウンロードもですね、時間がかかったり、もちろん通信量もかかりますので、できればこの状態を避けたいデータというものもですね、あるんじゃないかなと思います。そんな時には長押しで表示される項目の中で、このダウンロード済みを保持、これをやっておくことで、今ちょっとマークついてますけれども、この設定をしておくだけで、これがですね、自動的にクラウド上だけになってしまう。この本体から削除されてしまうということがなくなるので、まあ、そういうデータがあるという方はですね、ぜひこの設定もお使いいただけたらと思います。外出先で何か取引先の方にですね、こう見せたいデータがあるというものがある際にはですね、ぜひこの機能もお使いいただけると安心して使えるんじゃないかなと思います。はい、ということで今回は仕事で使える iPadOS18 の新機能をまとめてみました。ちょっとニッチな機能もありましたけど、こういう細かい機能が実際には使い勝手に関わってくる部分だと思いますので、これからもどんどん細かい部分もアップデートしていってほしいなと思っています。 iPadOS18 の進化、まだ他にもいろいろありますので、何かのきっかけでまた動画でご紹介しようと思っております。今回の動画ためになったという方はですね、ぜひチャンネル登録をして、他の動画、これからの動画もご覧いただけたらと思います。それでは今回の動画はこれで以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。